皆さんこんにちは、WWD の大沢です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、2022年春夏ジョン・ローレンス・サリバンの展示会に、潜入していきたいと思います。今シーズンのサリバンはですね、マットマット、狂った泥をテーマに、アメリカンサイコという映画を着想源に、主人公がサイコキラーをするときに返り血を浴びたコートであったり、ラウンドジップの、ジャケットであったり、映画内で人を殺めるときの、スーツの上にレインコートを羽織ったスタイルなんかを発表しました。2022年春夏ジョン・ローレンス・サリバンの、僕の個人的おすすめ3選を紹介していきたいと思います。個人的に僕はサリバンを毎シーズン購入していて、僕が思うサリバンの魅力っていうところなんですけど、やっぱりテーラードジャケットっていうのは欠かせないアイテムで、今日も全身これサリバンなんですけど、ジョン・ローレンス・サリバンがすごいなって思うところは、今季で18年目になると思うんですけど、やっぱ常にこう僕たち若い層を虜にするクリエーションをやっぱりずっと長い間続けて、そのファンを掴んでいるっていうところが、やっぱ一番サリバンのやっぱり強いところかなと思います。実際ショーを見て一番最初に目に引いたのはもうこれで、シルバーとグレーとっていうこのカラーも相まってめちゃくちゃかっこいいですね。やっぱこうサリバンって結構ジップのディテールが結構めちゃくちゃ使うんですけど、このコートにも脇下までガーッとこれ開くんですね。結構ボリュームも出てシルエットも大きく変わるんで、全身黒のスーツスタイルに一着これドカンでもうかっこいいです。素材はポリエステルで、サイズが48、僕は身長177センチです。で、こちらの、今回代表的なこのコートの他に素材違いでこういったアウターも出ていて、でこれなんかは本当にアメリカンサイコの、主人公が実際にこう人を殺めるときに着てたレインコートをイメージして作られたそうです。でこちらが形的には、同じでこういうサイドにジップも入ってるんですけど、ちょっと、エナメルっぽいというか、ポリウレタンなんですけども、これもかなりおしゃれ感度高い子にはやっぱ刺さるのかなっていう、やっぱこれ一着でインパクトありますし、やっぱ今シーズン、サリバンがこうラウンドジップだったり生地くり抜いたりしているクリエーションが目立ってたんですけど、こういうレインコートなんかも中の洋服が見えて、今シーズン象徴するアイテムなのかなって思います。サリバンを語る上で欠かせないのがやっぱりこのテーラードジャケット。サリバンがよく使うディテールであるジップ使いっていうのは結構ラウンド型になっていて、でこれもやっぱりこう中のこういうカットソーであったりっていうアイテムがこうちらっと見えるような形、ディテールになっていて、でなおかつやっぱこのジップが入ることでここがこうかさばるというか膨らみが出てちょっ と、見栄えが悪くなってしまうのを避けるために、やっぱその辺もデザイナーのアレスさんがこだわって作られてるっていうことでした。スウェット、パーカー、そういうカジュアルなアイテムが、主流になってる中、やっぱサリバンはそれにも動じず、やっぱずっとテーラードをブランド設立からやっぱ18年間作り続けてるので、ファッション好きっていう子たちはやっぱサリバンテーラードジャケット手にしてましたし、大きくインパクトはなさそうなんですけど、やっぱこのジップが入るだけでやっぱ見え方が違うというか、ファッションに振り切ったサリバンテーラードジャケットっていうところがやっぱり他とは違うなっていう思いますね。ファッションを象徴するようなアイテムだと思うんですけど、結構この前身頃をガバッと覆いかぶせてしまうようなこういったテーラードジャケット
これも今回象徴するアイテムなんですけど、もう生地ここくびれの部分をもうぶった切ったジャケットになります。他のブランドにないので、こういう大胆な発想っていうのはやっぱこれもサリバンらしいなっていうアイテムですね。これもやっぱりこの中のシャツであったりカットソーで遊べるっていうディテールになってますね。もう展示会僕入って最初のグラフィックのコートもう目についたんですけど、この光沢感のあるポリエステル素材のこのセットアップ、これめちゃくちゃ目について、正直個人的にこのセットアップが一番欲しいなって思いましたね。これ上のアウターが多分袖が MA1 をモチーフにしてて、この前身ごろがライダースかな、ライダースをイメージしてて、これもこのくびれの部分にジップのディテールが入ってて、ここで中見せれますよみたいな感じですね。なかなか多分白で作んないかなっていうそもそも。で下がこれがバイカーパンツですね。結構細身で、これバッグにジップ入ってますね。このブーツが新作みたいなんですけど、結構このスクエアというの部分を、デザイナーの嵐さんが結構こだわられて型を作ったみたいで、結構何回も重ねて形こだわられて作られたみたいです。多分サリバンの中でも結構人気のブーツをまた今シーズンアップデートしたみたいな形ですかね。全体的に見た感想としては、まあ、やっぱり若者に刺さりそうなテーラージャケットがたくさんありましたし、春夏シーズンですけど、やっぱりさらっと T シャツの上からさらっと着ておしゃれに着こなせるみたいなアイテムもたくさんありました。その他結構重厚感のあるレザーのアイテムみたいなのもありますし、今シーズン